お疲れちゃんです。ラットです。というわけで今回もクラッシュルールってくんですけど、今日はね、このキョスケバルーン使っていこうかなと思いますんで、新しいキョスケバルーンのデッキがなんか生まれましたというわけで、多分ね、皆さん見たことない方なんじゃないんでしょうか。まあ僕もね、見たことないんですけども、なんか海外のこの SKOP 様っていうね、全然シーズンかな、多分グロー1取った人が、このデッキで世界一行ってましたね。なんかまあ海外のね、こう最近すごいね、力をつけてきてる、上手い人なんですけども、というわけでね、今日はこのバルーンを使っていこうかなと、思うんですけど、いや、マジ眠たいんですよ。てかもうさっきまでほぼ寝てて、まあ寝てはないんですけど、まああと3秒あったら寝れたよねっていうところから、いや待てよ。俺は明日の動画を撮ってないってなって、こう、まあ、僕は基本的に動画ね、寝る前に撮る人なので、いや、動画撮ってないのに寝たらダメだなーと思ってですよ。今ね、もう、動画をね、まあ、撮ってるんですけども、まあ、なんかね、話すことあるかなーと思いつつ、まあ、美容院にね、行ってきましたね。なんか、久しぶりに、まあ、2ヶ月に1回ぐらい僕基本的に美容院行くんですけど、いや、めっちゃいいエレキの位置。これ見て、逆サイドババを押さえつつ戻ってくる。そして、これ、まあ、ちょっとコウモリ出しちゃおう。で、からの、これ雪玉で、ノックバックして、ラバの破裂と同時に、バルーンも持って、うまい。なぜディガーじゃなくてトリトンにした俺は。下手。ディガーでよかったんじゃないのかって思うんですけど、僕も思ってます。本当に。まあ、タイタンで許してくださいと。言ったところで、髪染めてきましたね。黒髪だったんですけど、黒髪バイバイして、多分、この辺にね、どっかに僕のね、ニュー写真出してる、編集で出してるんですけど、まあそんな感じでね、ちょっと髪を染めてきたんですけど、久しぶりにね、ブリーチをしましたね。まあブリーチっていうのはなんか色を抜くっていう、なんかね、明るい色にするのに、なんかそのままだと入りづらくて、なんかやらないといけないんですけど、そう、それがでも今までやらなかったのは痛いんですよっていうか、なんか、あれなんですよね。いや、めっちゃいい毛玉だと思ったけど、いらなかったかもしれないな。まあ、いや、これでもインドラが戻ってきて、爆破におめでとう。さ。そう、なんか、ブリーチ痛すぎて、今までやんなかったんですよ。なんか、前やったことあるんですけど、それなんか罰ゲームで、ドズさんの、お、なんか、これコウモリだけで守れるんじゃねえ、なんなら。そう、ドズさんの金髪ミチルデロワイルの、なんか罰ゲームで、マジで、そう、やったんですけど、なんなら、それによって僕、髪染めるのちょっと気に入っちゃって、もう正直罰ゲームでもなんでもないんですけど、そう、髪染めるのがちょっと楽しみになって、まあ、今回ね、久々にまた染めたんですけども、よいしょ。よいしょ。いや、いい追加ですね。そして、あ、待って、ミスった。雪玉とコウモリミスった。ごめんなさい。まあまあまあ、勝てそうなんで、許してください。で、もうそんだけしか話すことないんですけど、あのブリーチってこう、じゃあ僕がね、そんな感じのこと言ってるんで悪いイメージを持たれるかもしれないんですけど、これはね、こう同じ悩みを多分抱えてる人がいると思うんで、僕はね、その皆さんに同じ悩みを持ってる人に解決してほしいなという思いで若干話すんですけど、髪を痛めてしまうんですよね、ブリーチ。そう、だからこう世間的にはまあなんかしすぎると、そう、髪に結構ダメージが与えられて結構良くない感じに、まあなんか言われてるのかな、知らないですけども、なんですけど、僕みたいに髪が結構柔らかくて結構クセっ毛だったりクルクルしてると、そう、雨だったらもうその日せっかくストレートアイロンしたのに全部崩れるみたいな、だからほんとそんな感じだったんですね。僕ずっと中学高校でその髪ずっとマジで嫌いで嫌で、毎日学校行くのもストレートアイロンしてたりしてるけど、雨降ったり風強いと全部崩れて、もうマジで本当になんかね、人生で何か一つ変えれるなら、この髪質を変えたいぐらい、すごい髪で悩んでたんですよ、学生時代僕ね。これは結構ガチですね。本当に。なんですけど、あの、罰ゲームで、その、髪染めたら、その、髪へのダメージで、髪がちょっと痛むっていう話をしたじゃないですか。痛むことによって、髪がちょっと硬くなったんですよ。そう、それによって、ちょっと髪が若干なんかまっすぐっぽくなって、なんなら、なんかね、髪質いい感じになったし、ちょっとセットもしやすくなったし、みたいなことが起きて、今までマジでそれにめちゃくちゃ悩んでたんですけど、
それの髪に対しての悩みが、まあ、まだありますけど、全然ね、雨風打たれるとすごいね、ピンチなんですけど、僕の髪はね。なんですけど、まあ、昔ほどではないなっていうのがね、すごいあって、なんかそういった部分では罰ゲーム受けてよかったなと思ってて、本当にね、あの、金髪道連れロイヤルで道連れにしてくれてないドドドルさんには、マジでね、感謝しかないですね。ありがとうございます。僕をね、あの、罰ゲームの道連れ。やってくださりね、本当に嬉しく思ってますといったところで、僕もねこうそういった方々を救いたいなと思って、クラロ YouTuber ね、ちょっとそろそろ髪色の道連れロイヤルでもやっちゃおうかなと思います。で、皆さん思ってると思うんですよ、こうなんか焼き鳥とか、まあ、他誰がいるか分かんないですけど、ライクさん最近染めてるし、まあ、テンゴッドとかこう新しくねプロになった選手無理じゃないですか。ポノスにこう麦も入りましたし、麦どんなやつなんだってみんな思ってますけど、一旦ね今まだ学生なんで髪黒いですけど、とりあえず染めさせて、まあ、すでにイケイケ君なんで、まあ勝手に染めそうではありますけど、わかんないですけど、まあなんかねそういう時か、ここもねできればいいかなと思ってるんで、皆さんあれですね、ぜひ、僕もマジでこの髪嫌なんですよとか、この髪質ちょっとねやどうにかしたいんですよと思ってる方はね、美容院行けばマジで何でもなりますね。言ったらストレートパーマ当ててこう期間的にねなんか逃げる方法もありますし、でも個人的にはすごいブリーチしちゃえばワンパンだとね思ってるんで、髪そう染めちゃえばいいですね。マジでワンパンです。これ D が飛ばします。あ、 D が飛ばす必要なかったってか、え、なんて今、ルート矯正してなかったっけ？僕、ルート矯正してたと思って、ババコンに釣られないと思ってたのに、釣られてるんですよ。いやー、まあいいや。これ、相手がスケル打ってきたら、あ、てか、めっちゃ高いんだな、相手のババコや。スケル打ってきたら、マジでコウモリで速攻を立てとかして、エレキで踏むとかしちゃえば勝てそうだな。なんならこれ、ルート矯正します。コウモリで弾いて、バルーンを外に出したら、あれ釣られないっすね。さあ、で、これ多分、雪玉をタイミングよく打ったら耐えれます。耐えて、なんならこれでフィーニャッシュアゲインという感じで、これはね最後のねコウモリのねルート矯正、これはね知っとくといいと思いますね。バルーンを普通にルート矯正して、さらになんかね横の辺もうマスとか僕知らないんで、あの雰囲気の人なんですけど、雰囲気ね横にコウモリ出すとバルーンが外に出してんのに、さらに外にグイってね、回ってねいい感じに今みたいなことがねできますというところで、肉うどんさんよろしく。肉うどん食べたいな。僕うどんといえばもう丸亀一番ですね。丸亀以外のうどん屋はねもう好まないですとか言うとすごい子供っぽくなっちゃうんですけど、まあもう本当に丸亀うどんが大好きですね。柏店が大好きですね。半熟卵店も大好きですね。イカ店も大好きですね。まあとりあえず天ぷらとかうどん系はすごい好きですねという、まあ本当にね、誰もが興味ない話を一応しといて、D が飛ばしていきまーす。ワンチャン竹間に合う。お、間に合った。いや、でも待って、相手の言うのがうまい。さすがに。あ、バルーンの爆破でエレキを やってくれそうですね。いや、やれねえか、あれ。ああ。いや、俺の、こいつ、ジジイだな。今、多分、もうちょっと若いと間に合ってたんですね。これ見て、トリトン優秀すぎ？これ、近畿道するよ。多分、間違えちゃおう。ウェイ、狙ってました。たまたまです。たまたまです。本当にね。さあ、相手も多分結構ね、キング軌道でかいと思うんですね。相手からしても。さあ、ここはしっかりもう、キョスキプラスバルーンを組んで、そしてなんならディガーを飛ばせると、正直勝てますね、基本的には。よいしょ。で、キング軌道もしてるんで、防衛がね、結構楽になってきます。これもまたバルーン飛ばしちゃいたいですね。まあ、バルーンディガーして、からでもいいですが、まあ、一旦耐えてもいい気がしますね。ワンチャンちょっと待って、ちょっと待ってからの、いきます。エレキをね、若干延命させる。そしてこのベビーがね、いい。あ、これエレキに当たんねえか。当たると思ったんだけどな。なんなら気合の一発？さあ、ちょっとトリトンでいいんですけど、ちょっとトリトンなんかね、掴めなかった。ディガー掴んじゃった。なんか反射でね、ボーディがやっちゃったんですけど、まあ、もう一回ね、耐えまーすっていうか、なんか相手の小島場もトリトンあるんで、正直そんな怖くないですね。エレキもありますし、まあ、コウモリが、正直僕のコウモリ活躍しないです。相手のザップがあるんで。まあ、ですけど、ほんと気をつけばルンディガー組んじゃえば、勝ちじゃねえっていうような感じです。で、キング起動もしてるので、
おお、いや、いい。ザップ打たれても、このね、トリトン、全部引っ張ってくれる。そして、これを、まあ、あの、ベビーがね、残ってる時にバルーンディガーして、あそこは、まあ、ディガーかなんか来るかもなんで、雪玉も打ちつつ、よいしょ、マジアチを殺して、さあ、これ来ましたね。さすがにこれは相手体育2枚割いたので、止まらないよと。まあ、相性はね、良さそうですね、グッドゲームと。めったところで、トリトンにザップ打てば、相手は工場が通るんですけど、そしたらやっぱコウモリが生きるっていうので、ってことですね。このコウモリ何のためにいるんだって正直思ってたんですけど、まあ、このコウモリがいることによってトリトンへのザップ、打ったら打ったでコウモリが生きる。そしてエレキに5ザップとか、まあ、なんかスペルを使うと、このコウモリが生きてくるよと。めった部分で、コウモリが影でめちゃくちゃ活躍してますね。素晴らしいですね。さあ、ということで、どんどん行きましょう。サラダさん。のコバリンさんですね。よろしく。いやマジで動画撮ってる途中で寝ちゃいそうなくらい眠いですね。マジでやばい。なんか久々にこんな眠いっていう感じにね襲われてて、なんか僕は嬉しいですね本当に。逆になんか気持ちよく寝れるじゃないですか、やっぱ眠い時って本当に。なのですごい嬉しいです。そして相手は遅延テスラクロスです。トリンで使ったのでロケですね。チクった。ロケ使ってこないとワンチャン？ワンチャンゴリ押し？オッケー。ワンチャン？これさ。ああ、いや、めっちゃいいっすけ。それは。それはね、やりおりますね。まあまあ、トリンを使った後なので、結構ダメージ稼げましたね。これでかいですね。防黒から入られたりし、なんかもう永遠防衛されるとちょっときつそうですが、まあ言うてここまで稼いじゃったら、僕としてはなんか、なんとかなりそうな気もしないこともないですね。今日スケエレキ組んで、エレキ大事ですね。なんかどのデッキでもジャイエレキ、今日スケエレキ、ペッカエレキとか、メガナイテエレキとか、エレキが後ろにいることによって、基本的にユニット対決全部勝てるようになるんでね。エレキは、こう、縦の後ろにつけるのはすごい大事です。延命対決とかでも勝てるようになるんでね。さあ、さあ、あと1400なら削れるかな。今でもトリネ使ったな。トリネ使ったからな。ここでアイスウィズ引っ張るっていうおしゃれテクどうかな。全然。バロケットあったわ。忘れてた。普通にロケットあるの忘れてた。ああ。まあ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 。ここの今の300のダメージもでかいですね。で、ここをコウモリで防衛しようとするとアイスウィズが降ってくるのかなと思いつつ、ちょっと待って、キョスケで受けます。で、これテスラ来たら速攻コウモリだな。オッケーオッケー。で、エレキ出して、さあ、それもバレてるアイスウィズだ。なんならでも雪玉打って、気合でね。やべえ、ナイト来るな、これ。間に合う。いや、でかい。これ大丈夫か本当に。ワンチャン持ってかれそうだな。まあ、キョスケでね、しっかり浮きから入っていきたいと思うんですけど、ワンチャン取るね。いや、ですよね、思った。エレキで一回リセット。耐えます、耐えます。いや、マジでね、やべえぞ、これ。ロケがあるんですよね、しかも。なので、バルーン一回出さずにディガー削りですね。ちょっと。あの、テスラがやべえ。テスラがやべえが、言うて、支えれる、エレキと、キョスケですね。で、こう、トルネが来そうなので、一回コウモリ出さずに戦って、よしよしよし。で、もう永遠ディガー削りですね。もうディガーで削ることしか考えてないですね。で、このエレキワンチャン目できるなら目したかったけど、テスラ来るかな。これちょっとやばいですね。回転が、あれ出さなかったことによって回転が苦しくなってきた。やべ、タゲ変えて。オッケー。エレキは残したい。エレキ残ってねえな。なんで？さあ、一横で雪玉も打って。うっ、危ねえよ、危ねえよ。マジでやべ、いつ負けてもおかしくねえが。ここでコウモリが活躍する。いや、耐えれるぞ、これは。あ、ロケット2周来るか？いや、怖え。怖えよ、やべえ。終わる。終わるよ、これ。
や、ワンちゃん。いや、すげえな、裏ディガー。いや、このディガーはいいんじゃない。やべえ、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 おるおるおる、違う違う、ない、耐える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 、よし、きたー、危ねえ、やば、14 やばすぎ、やばすぎじゃないこれ、グッドゲームすぎでしょ。もう運が悪かったらね、ほんと運が悪かったらちょっとね、負けてたかもしれないんですけど、危ないですね。というわけで、このデッキがちょっとね、今最新てか今環境来てるみたいなんでね、ぜひ皆さんも使ってみてください。というわけで終わります。よければチャンネル登録、高評価、コメントの方もよろしくお願いします。ではおやすみなさい。